はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたにですね、健康のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日もですね、アンケートにでいただいた質問に対してですね、お答えできればと考えています。はい、まあ、ファスティングがですね、健康、まあ、デトックス、ダイエットですねに効果があるということはですね、よく知られているんですけども、まあ、そういうストレスだったりとか、まあ、うつ病ですね、それっていうのにも効果があるって聞いたんですけど、それって本当ですかっていうところですね。質問いただいたのでお答えさせていただければと思います。はい、その方はですね、まあ精神的なストレス性のジンマシンでですね、悩まれている方だったんですけども、はい、その方に対してですね、まあ、効果がありますかっていうような質問でした。はい、でですね、まあ、実際のところ、まあ、うつ病だったりとか、まあ、ストレスだったりとかですね、それによる不眠症だったりとか、まあ、ジンマシンだったりとか、そういうストレス由来のものに対してファスティングって効果があるのかというと、すごく効果があります。はい、それをですね、しっかりこう理論的にというかですね、分かりやすく説明させていただければと思います。はい、でそこでですね、まあ、ストレスっていうところのですね、ところにキーワード、どういうふうに効いてくるのかっていうキーワードがあるんですけども、それがですね、セロトニンというものなんですね。セロトニン、はい、セロトニンというホルモンなんですね。はい、脳に対して作用するホルモンなんですけども、いわゆるですね、ハッピーホルモンって言われています。ハッピーホルモン、はい、ハッピーホルモン、まあ、幸福感をこう感じるホルモンっていうふうに言われているんですね。はい、セロトニン、まあ、セロトニンが分泌されることによって、まあ、幸福感を感じるっていうところですね。はい、すごくこう大事なホルモンですよね。はい、幸せになるっていうところ、ホルモンなんですね。でですね、じゃあセロトニンが分泌されなくなると、要は人は逆にアンハッピーになるわけですよ。はい、アンハッピーになるわけです。じゃあセロトニンっていうのは脳に対して作用するホルモンって言ったんですけども、これがどこで作られるか、どこで作られるかっていうのがすごく重要で、これが腸なんですね。はい、腸で作られるんですね。よくですね、まあ、私たち の, 中では 腸脳相関というふうに言うんですね。ちょっと難しい言葉ですけども、まあ、腸と脳はまあ、相関する、まあ、関係するっていう言葉なんですけども、これがですね、まあ、いろんな理由があるんですけども、やっぱりセロトニンっていうのがですね、すごく深く関わっています。腸内環境が悪くなれば、セロトニンのですね、要は生成っていうものがこう低下していくわけですね。セロトニンのこう作られる効率が悪くなってしまうわけで、それによって脳に行くですね、セロトニンの要は分泌量っていうのが減ってしまいますから、ハッピーに感じなくなるんですね。要はアンハッピーになるわけですよ。そうすると、要は人はストレスを感じるわけです。まあ、うつ病だったりとか、まあ、本当にそういうストレス性のジンマシンだったりとか、ストレス性の眠症だったりとか、そういったところが起きるっていうのは、このセロトニンの分泌量がやっぱり足りないっていうところになるんですね。で、腸内環境をじゃあ良くするためには、腸内環境を良くするためにはですね、腸内環境を良くするためにはどうすればいいのかってですね、考えるんですけども、書き順めちゃくちゃでした、ね。はい、腸内環境を良くするためには、じゃあですね、発酵食品取りましょうとか、食物繊維取りましょうっていうふうに言いますけども、そうではなくってですね、まず腸内環境をリセットするっていうことが必要になるんですね。腸内環境をリセットする。それが要はファスティングなわけです。はい、お腹の中空っぽにして宿便っていうのを出してですね、一回腸内環境をリセットします。でそこから回復食っていうところを取りながら、そこからの食事をですね、孫は優しい食事っていうですね、まあ、バランスのいい食事、取りすぎずにですね、無駄なものを入れないっていう食事をすることによって、要は腸内環境がリセットされた後改善していくわけですね。そうすることによってセロトニンの分泌がしっかり正常になるわけですから、まあ、うつ病だったりとか精神的なそういうストレス性の疾患に対して効果があるっていうことになるんですね。なのでよく私はお客様に言います、足し算じゃないんですよって。皆さんね、足し算なんですね。ヨーグルトだったりですね、まあ、発酵食品ですよね、いろんなものを取って足し算しようとするんですけど、まずそもそもの腸内環境は崩れてるわけですよ。崩れてるんだったら、そこから要は泥水の中にですね、綺麗な水を入れてもダメなわけですね。まず一回出してあげて、そこから綺麗なものをどうぞ入れてくださいっていうところが
大事になってくるんですね。なので特別なものを入れる必要はないんです。しっかりファスティングで出した後は、まあ、ごは優しい食事っていう基本的な食事をすることによって腸内環境が改善されていきますので、とにかくバランスですね。バランス、足し算より引き算、バランスが大事ですよっていうところですね。いつもお伝えしています。といったところで、まあ、ファスティングはうつ病に効果的な理由というところで、まあ、セロトニンの分泌が正常になるから、あとですね、もう一つお伝えすると、ファスティング中はアルファ波というですね、まあ、ケトン体っていうものの作用で、ケトン体の作用によって脳がですね、アルファ波という形になるんですね。そうするとアルファ波っていうのはすごく集中力が高まる、研ぎ澄まされたような状態になるんですね。そうすることによってファスティング中ってすごくですね、こう心の断捨離にもなるんですね。体の断捨離じゃないですか。でも心の断捨離、頭の断捨離にも実はなるんですね。すごく整理できる、することができます、アルファ波のおかげで。で、時間も空くんですね。すごく時間も空くので、まあ、身の回りの断捨離にもなるっていうところで、いろんな意味での断捨離にもなるっていうところで、ファスティング中はすごくですね、ストレスがなくなって整理もできて、そこで腸内環境が改善されれば、その後のですね、ストレス解消っていうところのですね、ストレスをためない体づくりっていう風につながっていきますので、ぜひですね、そういったストレスが溜まってしまって、いろんなこうお悩みが深い方はですね、ファスティングを検討いただければなというふうに考えています。もしご質問とあれば下にホームページのリンクありますので、ご質問ください。またですね、次回以降もファスティングに関するですね、健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネルをしていただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。